でね、なんかね、もう一つ？しかも待ってね、なんか、コーネが2周年っていうことをね、知っててね、なんか動画を送りつけてきた、送ってくださった天使がいるんだよね。ちょっと流しちゃおうかな。行きましょう。この度はですね、犬ころのこのおめでたいしに僕を呼んでいただき、今日誠に、僕としてもありがたく嬉しく、なんだっけ、犬ころの生誕2年目。まあ、とにかく、ちょっと後ろの絵このなん僕だよ。が聞き当たった犬ころお前、まだ生ねえ、みちゃまれて、2年って あ、2年しか経ってないんだよ。犬ころだな。そんな犬ころに恐ろしい悪魔である僕がこうやってお祝いしてやってんだから感謝しろよ。ありがほらとう。見て、こんなさ、絵まで描いちゃった。いや、しかしこんだけお祝いしてやったんだから言うこと聞くよな。冗談な、冗談ば。一年目の犬ころと、今の犬ころの一番変わったところ、変わったところ、お前にゆっくり教えてもらおうかな。ほらほら、今お前らこっちのまでも話すよ、犬ころ。じゃあかわいいな、また遊んでやってもいいじゃん。かわいいだろ。犬ころ、ではにゃーん。いや、デビちゃんはね、本当にね、なんだろう。コーネがさ、あんまり、ちょっと影響妨害になるから言わないけど、まだ仲良くしてくれててね、デビちゃんはすごい。またコラボしたいね、とか喋ってるから、またコラボできたらいいね、デビちゃんともね。3D だとびっくりしたんだけど。もう後ろのさ、書くスピードが速すぎてさ、すごいね、デビちゃん。ありがとう、デビちゃん。そう、悪魔だからね。そう、あんまり天使なことを言うと、営業妨害になっちゃうから。デビちゃん、ありがとう。嬉しい。でね、今日